自分の弱点に気づくドリルを紹介していきたいと思います。スイングの中で、あれここの動きってどういう風に動くのっていう部分って皆さんありませんか？この動き分かんないとか、ここからどうだっけみたいな、スイング中に迷ってしまう、そんなようなことがあるといい球は打てないと思います。そのドリルを、その悩みを解消するドリルを紹介していきたいと思います。まずバックスイングを10秒かけてバックスイングしていきます。この時にフェイスの面をちゃんと頭の中でフェイスの面を描いてください。10秒でバックスイングしましたら、15秒でここまで作っていきます。ここからは5秒かけてフィニッシュを作る、スーパースローの動きを実践に自分でやってみるというドリルですね。実際にやってみたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、トップができました。ダウンスイングに入ります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、はい、フィニッシュに入っていきます。1、2、3、4、5、このような形で実際に練習してみてください。自分のわからない部分は多分体が止まってしまうと思います。このドリルを見てどのような動きをしているかチェックしながらやってみてください。以上です。